教会の皆様の。モナ、おかげで隕石。あ、ちょうどよかったです。お願いしたいことがあります。この隕石が誰かの命の星座だって言ったのは覚えてます。星々が突然落ちる。普通ではありえませんが、ただ事実として起こりました。この謎を解くには、命の星座の主、隕石の影響を受けた者は、雪山の夢を見ると言っていましたね。未知なる鉱山、雪に覆われた地、ドラゴンスパインのような知られた場所でもありません。皆さんが全く同じ夢を見たのか、また夢の中でどんな場所、夢に関する情報を集めてきてくれませんか。なら、人の多い場所に行って知る。あと、患者たちの話も聞か。私は干渉を受けない場所にいないといけませんから、調査はお願いし。まだ行ってない場所と。リーウェには警察層という場所があります。人の多い防除旅館のように患者を受け入れる場所にされている可能性があるかと思います。目が覚めた患者はいません。それはわからない。直接。凡人よ。あなた、他の患者と症状な。この患者。いいよ。たまに寝言を言うだ。寒い、歩けないとか。寒い地域。この患者は目を。いや。じゃあ寝言。そういえば昨日は高いって。高い？高くそびえ立つ魔の山から流れる。あっちにも聞いてみよう。欲しいとって思う。やっぱ弟子が欲しいな。なあ、目を覚ました患者は。ああ、コウロクはさっき目覚めたよ。でもさっきまで眠っていたから、話を聞くなら優しく聞いてあげてくれ。不幸な人よ。大丈夫か？
郷土料理。生き返ったなあ、眠って…ああ、見たよ。大変な夢？雪原じゃない、雪山だ。高くて寒かった。眠って…雪山で何をして…わからない。夢の中の俺は山頂まで登ろうってことしか考えてなかった。山頂にいいものでも？さあな、自分でもらしくないと思ったんだ。理由はうまく言えないが、なんというか誰かが俺を操って登らせてるような感覚だった。まさか闇の心？自発ではなく無意識に生まれた願望。確かに。そういえば寒いとか歩けないとか言ってた人たちも不思議だ。はい。モナ、木高くそびえ立つ雪山。雪山？それだけですか？高くそびえ立つ見たことのない雪山。とても寒くて。山頂まで登ろう。一体どんな人が山を登ろうとしていたのでしょう。雪山に迫害を受けて死んだ者がいるのかしら。もしくは雪山への挑戦を勝つ。もう一度やってみます。見えました。新たな情報です。その人物の名…え？もう？だから私は天才だって言って…レーナルト？はーい。ん？お話し中？僕も参加していいかな？あら、また会ったわね。稲妻のフラーニン。私は眷属…前回は戦艦軍もいたから隣国を救った英雄に手は出せなかった。せっかく再会したし、ついでにやろうかと思ったが。さっきの術師は何者だ？僕のことは知らないはずだが、何かを見る能力があるのか？お前たち、はい、行け。さっきの、またか。長官、またも異変が。今回の隕石は今までで一番大きい。
キリがないな。まあいい、行こう。目標変更だ。優先すべきは隕石の収集と研究。召喚、あの3人はお任せください。僕の話を聞いてなかった？僕がいつ勝手に判断する権利を与えた。申し訳ありません。行け、使命を果たすんだ。一番簡単な占いを使ってたとしても、あの人がファデュイの執行官だってことは分かります。危険すぎます。どこで知り合ったんですか？あの少年がファデュイの執行官、なんという危険人物。近づいてきたのは何か目的があるはずです。それに彼は強い、想像以上の実力者だってことは認めたくありませんが。先生術の天才モナ様。まさか。実力では負けるかもしれませんが、先生術なら私の圧勝ですよ。そういえばボージョロ館の周りにもファデュイがいたよな。やつらも隕石のことを調べてるんじゃ。何やら陰謀がかっ、まか、まさか、パイも先によ。ごめん、ついうっかり星を墜落させるとか。オズバルト・ラフナビネス、可能性はあると思います。同等の対価を投じれば不吉な種はどんな場所でも芽生えて、奇跡が起こる可能性も。群生の使者、我が優秀なる部下よ。闇の侵食からあなたを守るため。私のことですね。いやいや、今の戦闘力のままで。私を甘く見てます？私はかなり強い。あなた以上に信頼できる方はいません。しかしお嬢様。必要ありません。むしろあなたたちの方が危険なので、私が守ってあげたいくらいです。急にどうしたんです？まずはトラブルを解決しましょう。悠長に構えていたらまた巨大。ファデュイがいないうちに行きましょう。これですね。今までにない強い元素。漆黒弱滅の根源。あのファデュイは元素力が目当て。可能性はあります。そうなると他の生き物もこの力を狙うはずで。
無駄な努力をやめ後悔しなさい。Thank you.
ンズ。無駄な努力をやん、降参しなさい。Thank you.